長野です。活着くんという新製品が出たので使ってみます。開発元のピクタさんに送っていただきました。この3点セットで使うのが推奨のようです。説明書を必ず読んでくださいと言われました。説明書を読んでみますと、表の毛木面の方に植物をつけます。必ずしっかり水洗いしてくださいと書いてあります。あと植物を乗せて左右に振ると固定できるようです。コヒ元と育養剤を併用してもらうと効果的ですということでした。あと保水力が非常に高いので、植物の老廃物が溜まりやすいそうで、たまに水でジャーッと流してくださいということでした。保水力がどれぐらいかテストしてみます。だいたいハイグロロンの2倍ぐらい水を吸うようです。よく洗ってきました。2枚用意してペペロミアをストックしていきます。このペペロミアはかなり強くてすごく増えるんですけど、これから南米産の着生卵と一緒にレイアウトで使いたいと思っていまして、増やそうと思います。Thank you.
さっと作ったんですけど、ちょっとアレンジすればパルダリウムっぽくなりそうな感じになったと思います。保水力が非常に高いのでハイグロロンと使い分けできると思います。今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。